い、皆さんこんにちは、アナリブルビッシュです。ブレイキスピリッツ2015のスタープレイヤー元高橋由伸でのプレー続きをやっていきたいと思います。今日からはですね、ドラゴンズとの3連戦になりますね。早速始めていきたいと思いますが、疲れ105ありますので、まあ、ちょっとアシスタントサーバー戦積極的に使っていきたいと思うので、どうしようかな。指圧資産にちょっと揉んでもらいましょう。1回5万円の指圧ですからね。あとはアロマで調子も上向きにさせます。1回5万のアロマです。これでいいでしょう。今日のドラゴンズの先発は山本昌ですね。代名詞スクリューもあるし、まあ、ストレートはさすがに140キロも出ないですね。シュート、スライダー、カーブ、カットボールが持ち球の山本です。今日は4番キャッチャー阿部というジャイアンツのオーダー。東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ、まずは1回の待てドラゴンズの攻撃は、1番バッター荒木、今プレーボールがかかりましたということで、ピッチャー杉内が打撃を投じた後、ツーストライクまで追い込んでるんですね。ピッチングされてましたか。インサイド打球は宇宙間へ、これはキャッチできない。ワンバウンドヒットになりました。スリーベースか。あーちょっとまずい守備しちゃったかな。ここは少し不用意に行き過ぎたでしょうか。スリーベースヒットを打たれています。バッテリーはもう少し警戒してほしかったですね。この距離走っちゃったからな、取れるかなと思って走り込んだんですけど、実際にはまあ取れなかった。ちょっと落下点は誤った、落下点予測を誤った感じにはなってしまいましたが、なんとかドラゴンズ1回の表0点に抑えることができました。さあそして打席には高橋が入っています。そして1回の裏吉野はワンアウトランナー2塁のチャンス。さあアウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですね。これが3球目ファウルになります。バッターボックスの高橋、今シーズンの得点圏打率は3割6分となっています。やはりクリーンアップ頼りになりますね。打ちました、取った、一塁送球します。2アウトになりました。2アウトランナー2塁となりました。多分待ってたスクリューだと思うんですけど、バッターは3番高橋。走りの方はだいぶ動いてます。6対3でドラゴンズ3点リードを許し、まずはワンアウトを取っています。いったー、失投ですね。ぐんぐん打球伸びてバックスクリーン、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン、初球でした。打ち返した打球は大きな当たりがあってスタンドに届いていきました。甘い球を見逃さず完璧に捉えましたね。そうですね、スタンドギリギリの打球でした。この場面でホームランが飛び出しました。そうですね、ちょっと低いかなと思いましたけどもね、伸びましたね。ここで得点が入りました。完璧な当たりでした。乱打戦ですね。さらに2点ずつ取り合って、先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。山本はまだマウンドにいますね。山本まだ中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。スクリュー、
まあ、ピッチャー牽制がうまいですから気をつけないといけませんね。あ、そうですね。シュート、インコースに変化球2球続けてきた、まあ、山本。さっきストレートホームランにしてるからストレートは来ないかな。さあ3球目は何か。インコースへ外れています。ストライクが入りません。次が4球目、ファウルになります。ここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。なるほど。さあ何を選択。インサイド落ちました。これはどうだ。ボールを拾って、よし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 、これでマルチヒット。ノーアウトランナー2塁1塁。うーん、小宮山さん、相当厳しくなってきましたかね。もう気持ち的にも体力的にもいっぱいいっぱいで、その上にピッチャーが変わってますね。そしてジャイアンツが6点取ったビッグイニングで逆転してます。マウンドに上がるのは3番。5回の裏、これ高橋由伸2回目の打席になってます。リードを広げておきたいですね。まあいい場面でいいバッターですから非常に期待が持てると思いますね。その期待に応えてほしい高橋が。ソフエですが、あ、ストレート149キロ、スライダー、フォークにスローカーブが持ち球になっています。まあ、ストレート1本ですね。ストレート1本で待ちましょう。まずは最初のボールを決めていきました。ランナースタート、キャッチャー2塁送球する。西さん、この片岡、実は足はそこまで速くないんですよね。はい、足の速さだけなのか。4球は速い選手いますけど、うわー、もったいない。ストレートが真ん中に人が来た。あとのストレートは空振り三振。うわー、もったいなかったな。本当にもったいなかった。さあ、そして高橋、もうピッチャー浅くなってますね。ここでホームランが出ると通算350号ホームランの達成となります。初球ゴール。浅尾がなんでここのタイミングで出てるんでしょう。もうピッチャーがいないのかな、もしかしたら。ストレート、スライダー、フォーク、パームボール。パームボールか、浅尾パームボール投げられるんですね。知らなかった。そんな浅尾との対戦です。まず1球目はフォークが外れてワンボール。危ない球です。ボール先行です。いや、今のよく言いましたね。はい、ストライクが入りません。第4球はフォークボール。落ちるボールです。3ボール1ストライクです。こう落差がある。次が5球目。よく見極めました。フォアボールです。ボール。最後ドラゴンズの方に追い上げを受けましたが、そのまま試合終了。試合を制したのは三浦ジャイアンツです。壮絶な打ち合い、乱打戦を見事制しています。小宮山さん、今日はピッチャーは打線に立つ。確実にものにする、まあ、そういうバッティングしていかないとダメだなっていうのをちょっと改めて今回思いました。1回、失投きっちりホームラン山本昌から出たけど、その後祖父江の高橋かな、祖父江だったかなの真ん中あたりの失投はね、空振りしちゃいましたからね。こうやってみると今デカ MV の MVP の発表されてますけど、こうやってみるとやっぱりこの糸井すごいですね、数値が。総力 A、 肩 S、 疲労回復も B。 すごい。
さあドラゴンズとの第2戦の先発、八木が先発です。ストレート140キロ、高速シュートにスライダー、スクリュー、チェンジアップにカーブ。すいません。で、カットボールも持ち球持ってますね。で、決め球はシンカー方向というそのヤギとの対戦になります。今日もジャイアンツ先発のマスクは阿部と。このプロ野球スピリッツ2015も始めた頃は難易度とかちょっとよく分かってなくて、そのままデフォルトの設定でやってた時はもうガンガン打ちまくってたんですけどね。東京ドームからお伝えしてまいります。少しレベル、コンピューターのレベルを上げたらちょっと下手くそなんで全然出なくなってきてしまって、打率も3割を切ってしまってるんで、ちょっと見ていただいてる皆さん非常に退屈だなと、歯がゆい思いをされている方多くいらっしゃると思うんですけど、お付き合いをね、引き続きいただけたら嬉しいなと。ということで、1回の表、ジャイアンツは荒木を迎えています。1回の表は、ドラゴンズを0点に抑えて、その裏の攻撃。さあ、そして高橋。ここでホームランが出ると通算350号ホームランの達成となります。いったーホームラン、直線文句な入ったホームラン、先制のツーランホームランです。ジャイアンツ白球高々と舞い上がり、東京ドームのスタンドに消えていきました。初球でした。ぎっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。ジャイアンツが初球高めのストレート、大変になりました。今のは高めのボール球じゃないですかね。ボール球が強引に乗ってきましたね。そうですね、小宮山さん、うまく捉えた感じでしたね。そうですよね、最高の結果を出してきましたよね。ここでの一発、早くも先制点を手に入れました。いやー気持ちいい当たりでしたね。第2打席には先ほどは期待に応えたホームランでした。配球はご覧の通りです。今度は2回の裏ですね。ツーアウトランナー1塁、牽制の上手いピッチャーですからランナーは要注意ですね。そうですね、ランナー動きませんね。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。きっちり盗塁を決めてきました。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。西さん、この片岡、実は足はそこまで速くないんですよね。はい、足の速さだけなら他にも速い選手はいますけど、だいたい盗塁ができる選手っていうのは相手のピッチャーのフォームや癖をよく研究してますよ。あ、そういうものなんですね。次のボール、ワンストライクになりましたね。次のボールは何投げてくるんだ、ヤギは。バッターの高橋、今シーズン得点圏での打率は3割5分3厘となっています。さすがクリーンアップですね。これは外れています。際どいがフォアボールです。今のはよ、今日は菅野がよく投げた。5回までドラゴンズ打線はヒット2本で抑えています。ヤギ、まずは先頭バッターを打ち取っています。1球目はカーブから、次ストレートで来るぞ。うわ、ファウルになります。シンカーだったかな、スクリューか。インコースを厳しく攻めます。今度は1点、逆に曲がるスライダー。スクリュー2球の後のスライダーはちょっと打てないな。さあ仕留められるか。スクリューですね。まあ、ここは際どいところも打っていきますが、明らかなボール球は見極めたいですね。うわ、見逃し三振、今の入ってるか。さっきは見逃し三振でしたが、
ピッチャーは高橋に変わってますね。ちょっと高橋出た、さっきも対戦したんですけど、もう忘れちゃったんで見ます。ストレート、スライダー、フォーク、スローカーブ。なるほど。さっきの試合、前の試合で、失投打ち損じたのは高橋だったと思います。今思えば祖父江ではないですね。まず大きく外れてボールになりました。外の低め見極めます。次が3球目、よく見ましたね。これはストライクが入らない、満塁策かな。そうですね、外れてフォアボール。これでもう吉野部は早くも退いてまして、このまま試合終了。ジャイアンツ13安打してますけど4得点、ちょっとヒットの本数の割には見事な完封で白星を挙げました。ジャイアンツが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。マジック35まで減らしました。ちょっと足をもっと上げたい。第3戦中日にここまで、戦勝してますが、その先発は野村良介。ちょっと知らないピッチャーですね。ストレート149キロ、スライダー、フォーク、カットにチェンジアップが持ち球ですね。まずは荒木を迎えた1回の表ドラゴンズの攻撃からですね。まずはジャイアンツ小宮さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、どうしても変化球空振りがある。まず1つ無難な立ち上がりを見せたようですね、ジャイアンツの方の先発小山。バッターボックスには3番高橋。野村どんなピッチャーなんでしょう。昨日のゲームで見事なホームランを放ちました。まずはフォアボールのランナーが出ています。から入ってきました。ランナーのランナー、マウンド上のピッチャー野村、プロ入り1年目のルーキーです。いや小宮山さん、緊張感漂ってますね。まあ監督が信頼をして、まあ、打ちました。二塁へ。これフィルダースチョイスだな。セカンドのフィルダースチョイスになりました。ジャイアンツチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。先ほどのプレーです。フィルダースチョイスがありました。まあラッキーな形になりましたね。打席には4番バッター阿部。フォアボールを足がかりにチャンスを作っています。さあジャイアンツ先制のチャンスを迎えています。2球目は何で来るか。このストレートは入りません。アウトコース、ストライク。ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。引っ張った、セカンド取った。ゲッツーだな。セカンドフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ジャイアンツ2者残塁です。
ため息に包まれた東京ドーム、得点には至りませんでした。今度はフィルダースチョイスじゃなくてしっかり月面した。両軍点を取り合ってジャイアンツ1点ビハインドの3回の裏、つまりの足で由伸第2打席目です。ホームランで得点を挙げています。西さん、ここは追い上げたいですね。いや、このチャンスはね、つなぎたいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。うわー、取られたか。当たりは、まあ、そこまでひどい当たりじゃなかったんですけど、ピッチャーナイスフィールディングですね。バッターボックスには3番高橋、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ゲッツー崩れでランナー残りました。さて、このところのジャイアンツですが、ここまで2連勝。あー、よく見ましたね。はい、インコース、これは外れます。これが4球目。うわー、チェンジアップ、待ってたボールなんですけど、ですけどね、そうですね。これでフルカウント。ここからは確実に狙っていきたい。うわ、森野、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。待ってたチェンジアップだったんですけどね。ピッチャーがこれは8回の裏、ジャイアンツの攻撃です。福谷、福谷、どっちでしょう。さあ、マウンドに上がったのは福谷。福谷ですね。ストレート157キロか、なかなかのスピードボール持ってますね。スライダー、チェンジアップにカーブ、ツーシームとカットボールも持ち球になってます。カットボール、ツーシーム、ストレート、いずれにしても速い系のボール待つしかないかな。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。セカンドが落下点に入ります。どの上が抑えています。ワンアウト。今日はヒットなしかな。そうですね、ドラゴンズの3人で最後これ言わせるかな。となってしまいました。西さん、結局最後まで投打が噛み合わない。ドラゴンズの3連戦最後の一戦は吉野もちょっと結果出ず、まあ、ちょっと残念でしたけども、ただこの3連戦でホームラン2本打ってますからね、この調子で頑張っていきたいと思います。はい、というわけで、今回はドラゴンズとの3連戦をお届けしました。次回はですね、ヤクルト、そしてカープと6連戦になりますので、そちらの方もぜひぜひ応援の方よろしくお願いしたいと思います。というわけで今回はここまで。